事務のポストステル2機あります。左側が書類窯で、右側が裁量窯です。発酵が終わった帽子、約 7% のアルコールのものを書類窯に移していきます。で、窯の中の構造が、これがスチームによる間接加熱っていう方法です。これぐらいのパイプが中に入っていて、その中は熱いスチームが通っています。これによって熱して、水とアルコールの沸点の差を利用して、熱で100度です。アルコールが 78.325 度です。になったアルコールがホットスチルの内部を通って、後ろの2本のポールがコンデンサーで熱交換器になっています。ただコンデンサーの中は細いパイプが100本ぐらい入ってまして、その中を水が流れていることによって、そこで冷やされて蒸気が液体に戻ります。で、真ん中のスピリッツセルっていうボックスの中を通って、この左手の白いタンクの中に込められます。これが処理です。で、処理にかかる時間が6時間から長い時で13時間ぐらいかかります。結構幅があるのが、その日のウォッシュとか、あと使っている品種によって泡の立ち上がりが変わります。で、泡があまりにも立ちすぎると熱を加えられないので時間が長くなります。で、増えるアルコールが大体 20% です。容量にして約700から800リッター同ワインが取れます。で、書類は全量回収して、全量回収した書類が終わった後のローワインを今度裁量窯に移していきます。裁量窯の内部も完食加熱です。全く一緒になっています。工場を設置しているんですが、フルートの大きな違いがミドルカットという工程があります。今日はこう出てきた液体をヘッドとハートと手入れて、3つの部分に分けて、真ん中のハートだけいいところ取りをして、そこを熟成に回すという方法。こうミドルカットの方法が、いろいろ温度とか、あとアルコールの質なんかも見ていくんですが、一番大事にしているのが人間の五感です。毎回テスティングをして、こうノージングをして、で、このヘッドからハートに変わる瞬間に、この大体何秒間のところが香りがガラッと変わるので、そこを見極めてカットしていきます。カットの方法がちょっと上に行った方が見やすいんですが、ボックスの上に実際レバーがついていて、その左から右にプラスだけで違うタンクの中にハートだけ送り込まれるような、ちょっと単純な部分です。こう音を切り見ていただくと、料理所によって大きさとか形なんかはまちまちで見ていて面白いんですが、昔はこう柔らかい金属で加工しやすかったので使われ始めたんですが、まずは科学的にこう銅のイオンが外出て、それがスピリッツの中の不要なコンポーネントに結びついて、それを取り除いてくれる効果があります。で、以前間違えてこうステンレスで作ってしまった蒸留所も実はあるんですが、そうするとこう卵が腐ったみたいな匂い、蒸留所全体に差し込めるくらい違ったものができてしまいます。もちろん銅イオンがずっと出ているんで、だんだんと銅薄くなっていきます。大体頻度にもよるんですが、15年から20年ぐらいすると穴が開いてこう薄くなってしまって、交換が必要になってきます。こう土はまだ2008年に使い始めたんで、まだ厚みが結構あるんですけど、すごく分かりやすいのが、サントリーさんの蒸留所見学に行くと、外にボトシュールがこう置いてあります。あれ結構年季が入っていて、コンコンしてみると薄いなっていうのがすぐ分かります。で、ちょっと今度行ってみたらコンコンしてみてください。形なんですが、秩父の場合、大体、容量が2000リッターです。これ、処理窯も裁量窯も2000リッターです。これ、すごくスコットランドの中でも小さいサイズで、ドラガワーとかと同じぐらいです。で、形状は、こう、真ん中にくびれとかボールがついてないストレートヘッドです。背もあんまり高くないです。後ろの口の部分がちょっと下向きについてます。これは、こう、重くて、エキセキビンなフレーバーのスペースが取れる形です。逆に容量がすごく大きくて、真ん中にボールがついていたりして、背がすごく高くて、それが上向きについてたりすると、軽いスピリットが出てきます。作ってくれたのがスコットランドのフォーサイズです。昔4年間のシリーズです。フォーカスと一緒です。そこにいて自分たちが作りたいスピリッツのこうイメージを伝えるか、向こうでいろいろとこう形を提案してくれます。その中から話し合いを重ねて選んだのがこの形です。ちょっと